せーの、中村さんち。こんにちは、ルナです。ワンです。はい、本日私たちはバンクーバーのコキットラブというところにあるアイケアに来ております。アイケアって言っちゃった、はい、イケアです、はい、イケアで今日は新年初のお買い物をしていきたいと思います。イエーイ。今日はね、特にね、あれを買わなきゃみたいなのはないんですけど、近くに来る用事があったのでアイケアに寄ってみようということで、どうせ私たち衝動買いしちゃうんで、もう最初に言っときます。多分なんか買います。はい、はい、いつもね、リッチモンド、バンクーバーの、まあ、割とダウンタウンから近いところのアイケアに行ってるんですけど、今回はコキットラム、ちょっと遠い方のイケアにイケアに来ております。ぐしゃぐしに行ってまいります。やめて。ショルダーバッグじゃないから。ショルダーじゃないから。ショルダーバッグじゃないの。違うから。お腹減ったので先に恒例のイケアランチしましょう。はい。はい、チーズケーキ食べたい。買おうよチーズケーキ。でもチョコも美味しそうだけどね。ああ。どっちがいいかな。どっちかな。うん。チーズケーキしようか。ああ、この卵の普通のサンドイッチ美味しそう。なんかやっぱりさ、同じイケアでもさ、店舗によって違うね。確か。全然食べ物違う。違うね。今回は瓶を抜きにしたね。このポテト美味しいんだよね。な、いきましょう。わ、結構しっかりボリューム。ポテトを盛りしまった。やった。いただきます。いただきます。あ、おいしい。それ椅子なし？これ椅子別売りやと。まあでも椅子は家にあるからね。これ色めっちゃいいし、めっちゃ合うかな。パソコンぶつかんないかな、2人でお互いにさ。ああ、いいね、これはいいわ。あ、どっちも閉めれんだ。どっちも閉めれる。あ、じゃあ最悪その状態にする日は来るのか。でもこれだったらいいかもね、パソコン作業に使えるし。$319。あれ、衝動買い今の机売んないと。でも個人的にちょっとこれも憧れなんだけど、コーヒー屋さんみたいで。これ、うん、憧れる。うん、絶対いらないけどね。こうなるやらない、やらない、やらないやらないから。あ、壊れたからね。そうそう、うん、てか高くなってんだけど。もうちょっと安かったよね、前ね。多分安かったと思う、うん、3ドルだったか。毎朝ね、私がラテを作ってるんです。はい、ありがとうございます。買います。私は全然使わないですけど、ブラックしか飲まないんで、うん、これ買っとこうか。めっちゃセール。これ何それ。これあのソファーの下にカバーで敷いてるんだけど、これの今クリーム色使っちゃってて、すごい毛玉ついちゃったんだよね。うんうんうん、そう、いやこれね、めっちゃ安いよ今。あ、ほんまや。19.9 から 7.9、 800円ぐらいなんで1個買ってきます。これさ、うん、あのうちの家に唯一ある白い壁のところにさ、こうやって置けへん。いいかもね。あの時計のところにさ、一応なんかこれ写真立てみたいだよ。なんかピクチャーなんとかって。でもなんか普通に小物とか置けそうだよね。そうそう、まあ写真もだってこう置けるようになってる。うんうんうん。でも安いね、1500円ぐらい。買ってみますか1個。ありがとうございます。いいと思うな、購入で。はい、え、待って、 DIY になってるからさ待って、うちらさ何も買う予定ないのにこんだけ買ってるよ。え、この花瓶めっちゃタイプなんだけど、でもどう使っていいかわかんない。これも好きさ。誰が、ちょっと違う、まあ、好きだけどちょっとなんかシビンを思い出してるんですよ私は。え、これこんな感じでいいんじゃん。ね、可愛いよね。葉っぱ入れるだけで可愛いんだね。じゃあさ、小さい植物買おうよ、ここに置くやつ。うん、あのプラスチックのアスパラガス。アスパラガスっぽい。確かに。そう、なんかね、これ買ったからここにね、草の1個か2個ぐらい、草って失礼だけど、欲しいなって思うんですけど、なかなかしっくりくるのがね、本物にするか偽物にするかっていう。なんか本物の方が、うん、イケてる気はするけど、やっぱちょっと可愛いよね。でもね、可愛いこれとか3つセットで。でもちょっとちっちゃい、ちっちゃいよね。この幅が結構あるから1個だけとりあえず今日選ぼうかな。そういう感じ。うん、このジョウル可愛い。本当だ、可愛い。てかなんかね、すごいセールしてんのよ、何かと。そうそうそう、ね、サボテン 9.9 になってたりとか、 14.9 から。偽物でもなんか十分可愛いよね。確かにそれ可愛いよな。これ可愛いよね、ちょっとピンク入ったりしてさ、可愛いよね。これにさ、またなんかこのカバーを、あ、さっきつけてたよな。そうそう、つけたらね、可愛いんですよね。これとか
これ 1.96。 そのカップはどう？なんかさ、白に変わっただけでめっちゃおしゃれ感出てね、可愛いよね。あ、その器だけで可愛いよね。プラスチックだよこれ、扱いも楽そう。え、それガラスじゃない？カチャってなってる。あ、でも立派だね、これも。確かにこれも立派だね。なんかそれコップに見える。そうかい。コーヒーカップ、それがなんか一番コーヒーっぽくない？これ1個買うじゃん、うん、これを買ってじゃあここに飾りたいと思います。こんな感じで。この草がいくらかは不明です。見て手。怖い怖い。ちょっと、うん、あ、もう何するか分かった。あ、なってるなんかここ来たらさ、行けやって感じ、ね、あ、分かる分かる。このでっかい倉庫の感じがさ、うん、しかも空いてすぎじゃない今日？確かに。一応まだ年末年始、年始だよね。え、でももう仕事始まってんで。そっか、今日から仕事始まった、うん、かっこいい仕事始まってるからな。はい、なんかね、コキットラムはアウトレットのコーナーがこの前も充実してて、なんでアウトレットコーナーをちょっと見たいと思います。クリスマスめっちゃ安くなってるじゃん。70%オフやって、いいね。ツリーとかがあったらね、こういうの今のうちに買っとくのあり。だって見てこれとか 2.99 だよ、 12.9 が。へぇ、在庫処分だ。毎年違うのが出るんだろうね。見て見て、こんな飾りとかも安いよ、ほら、かわいい。すごい、 70% オフってめちゃくちゃ安いよね。ツリーあったらね、欲しいけど。神社クッキーカナダと言ったらだね。 4.99、 そんな高くて、そんな安くなってるね。売れ残りだねこれはね。待って、これいいじゃん、イケアのツリー。ほんまや、このぐらいだったらもう家に置けるよね。それ6ドル。しかもこれ電気つかない。マジ？あ、ついた。あ、ついた。そんなに電気？そうね、そんなに強くない。そんなに電気は強くないね。19ドルが9ドルになって、9ドルが6ドルになりました。置く場所考えない？じゃあやめようか。え、別にどっちでもいいよ。だって置く場所ないじゃん。確かに寝る日やっぱ多いわ、コキトラム。あ、ほんま、うん、やっぱりそう感じる。うん、この白いバスケット持ってるな。持ってる。安くなってる。でもなんか結構前から使ってるから。うん、でもこれすごい流行ったよね、みんなよく買ってたよ。あ、そう、流行った、うん、かわいいんですこれ。この辺もセールじゃん。え、ちょっと盆栽かっこいい。かっこいいよね。偽物だけどさ、なんか存在感あるよね。え、ほら、17ドルから 6.9。 あ、大きさなんか、うわー、ギリ乗らないね。アウトレットコーナーっぽいよな。うん、それ何？あ、じゃあこれ、これただの壁のやつ。あ、飾るやつ。あ、おしゃれ。200円、今なら。ソファーとかも安くなってんだろうね。これはベッドの縁だけ。見て見て、机あるよ、アウトレットの机。え、これイケア？え、どれこれ。こういうので自分で DIY するってのもありだよね。いくらぐらいで買えるの？これ10ドル。それ10ドル？明日の茶色の9ドルはそれ。ちっちゃい？いや、いいんじゃない？それちょうどいいんじゃない？あの、ここにいいよ。そう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 、ちょっとね、あの台をつけたいところがあって。あ、でもいいね、綺麗ね、板が。うん、うん、この辺も机とかすごい安くなってる。399が275ドル。この大きい机で275って安いよね。この辺は布コーナー、布コーナー。前ね、ここでね、クッションカバーとか、あとこれの色違いもね、ここのアウトレットで買ったんですよね。ほんとね、結構いいものが掘り出せます。ほら、これとかかわいいじゃん。日本にもイケアのアウトレットってあるんですかね。これがやっぱ一番いい大きさやな。うん、そう、あの壁にね、ちょっと台をつけたくて、スノーボード用のヘルメットを置くのに。そう、色もいいし、9ドルだったらいいんじゃない？そうやな。うん、これで L 字買えばいい。そう、L 字のやつを買って壁に貼り付けてヘルメット置きを作りたいと思います。木高いよな。そう、木高いから立派よ。まあちょっと変、後ろに変な穴はあるけど、まあここ隠しちゃえばいいもんね。うん、いいじゃない。あとね、秘宝です、見てください。あなたが手に持ってるものが。11ドル。もし何倍だっけこれ。でも白じゃないもん。白じゃないね。黒だったら11ドルだね。惜しい。白だったらよかったね。で、ほんと掘り出し物見つけられるよねここね。いいよね。え、てかさ、日本でさ、うん、こういうジャンク系あるん？イケアにね。そう、今ね、私も同じこと思ってた。な、これ9ドルで買えたけど、こういうのね。はい、レジに並んでたんですけど、1回
なんと私、さっき買うって言って手に持ってたあの観葉植物の偽物のやつどっかやっちゃったの。どこに置いたんだろう。置いたのか、果たしてそのまま持ってた、持ってないのかだよね、もともと。多分あの後で動画確認したら分かると思うんだけどカメラも持ってるから手がいっぱいでなんか忘れちゃったのか分かんないんだけど、今戻ってます。でもね、あの辿ってるんですよ、今来た道を。でもないんですよ。だから多分持ってない、もともと。へー、あれ一点物だったんだけどさ、ちょっともう見つからないんで本当にごめんなさい。運命じゃなかった。運命じゃなかったんですね。全然あれさっきの時は俺ここに置いてる。さっきの手のシーンじゃん。あった、見つけた、よかったよかった。無事にお花も見つかったのでレジしたいと思います。めっちゃおもろい、めっちゃウケた。こんなことあるんだね家に連れて帰れるねいやマジびっくりした、今目の前にスポンと置いてあったからさ今日はでもなんか結構お得に買えてる気がするから会計が楽しみですね。結構買ってるからね。すごい、これまだソファーのさ、ソファーじゃないよ、椅子の下に敷くやつとかもさ。でもさ、もう最終的にさ、手書きやん、6.99 って。うんうんうん、これほんまにレジ通した時 6.99 になってくる、なんのかな、なるでしょすごい安いよ、すごくない、これもじゃん20ドルぐらい安くなってる。49ドルか29ドル3000円ぐらいで、なんかこのリッチなね、こういうマットすごいね。こんなにリッチモンドの方でやってない気がする。このカゴも49ドルから29ドル2900円ぐらい、おしゃれ。45ドル、50ドル、こんな買って。はい、では行きましょう。無事に買い物終わりました。はい、はい、今日はとりあえずこの救出したこの子、これね、上と下別なんだけど、中身が 3.9 ドル、だいたい400円ぐらいで、この外側が200円ぐらいだったんですよね。で、この白い壁にかけるやつがだいたい1400円ぐらいで、何ブランケット、これはソファーの下に敷くやつ、これがね800円以内、750円ぐらいで買いました。あとはコーヒーのね、混ぜるやつ、ラテ作るときに泡立てるやつ、これですね。はい、これがね、なんか600円ぐらいしたんだよね。前もちょっと安かったと思うんだけど、だったと思う。なんかね、アイケア結構なんか値上げしてると思う。で、最後これ、最後ジャンク品、ジャンク品でね、なんかのタンスとかをばらした時の1枚だと思うんだけど、今回これをちょっと DIY でご飯くんがちょっと壁に取り付けて棚にしたいと思います。はい、ということで、アイケアの買い物が終了しました。なんやかんや買っちゃってる。買っちゃってる。危なかったよね。なんかさ、年明け早々でさ、テンション上がってさ、なんかダイニングテーブルとかめっちゃ今日買っちゃいそうになったんですけど。いやでもあれはめちゃくちゃいいよな。あれはめちゃくちゃ良かったね。うん、うちのスペースも限られてるからさ、うん、ああやってこう広げられたり縮めたりっていうのはめちゃくちゃ便利やからさ、すごい助かるよな、あれ、はい。今日はですね、これからバンクーバーに一泊して、まだまだバンクーバーステイは続くんですけれども、今回の動画はイケアの動画で終わりたいと思います。今アイシシさん。急ぎだった、もうなんで今日かぶれてんの、やばい。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。